町はこんなに発展しているのか。夜なのに明るい。すみません、山かけうどんください。あ、あ、よ、うどんお願いします。2杯お願いします。おう、ネズコ、仕込みのはずないだろう。よく見てみろ、この顔出しよ。街でも評判の美人だったぞ、ネズコは。行くぞ。いや、行くけれども、仕込みは違うだろう、絶対。山下りの後は腕がもげそうなほど素振り。あと500追加。37だ。俺はお前じゃない、かまど炭治郎だ。かまぼこゴンパチロ、お前に勝つ。誰なんだそれは。お前だ。違う人だ。うるさいわ。なんと、分かった、分かったから、もう少し黙っててくれ。頼む、もう分かったから頼むよ。頼むよ。大福、お前は最終選別の時の。お前みたいなやつは知人に存在しない。知らん。あっただろうが、あっただろうが、お前の問題だよ、記憶力のさ。お前もうやめろ。 なんで邪魔するんだ。お前には関係ないだろう。なんだよその顔。お前責任取れよ。お前のせいで結婚できなかったんだから。そうか、わかった。なんだよ、なんでそんな般若みたいな顔すんだよ。行くよ。無理強いするつもりはない。行くよ。いや、いいんだ、痛みを我慢できる度合いは人それぞれだ。いつ、落ち着け。どうしたんだ急に。したくないわな。お遊び気分で入るところだね。お前のようなやつは宿命だよ、ダックスくせ。何してんだパパ。いや、バカじゃない。ババアが俺たちの無事を祈るんだよ。何も関係ないババアなのに、なんでなんだよ。ババアは立場を理解してねえだろ。加速した。行くぞ伊之助。なあ、離せこら。まずあいつを一発殴ってからだ。誰がクソイナシだ。俺は嫌われてない。ああ、それすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。今の炭治郎にはできないから、まず十二鬼月を一人倒そうね。はい。ダメよ、笑ったら。ダメダメダメ。こんな感じで戻ってくるんだけど。おかえり炭治郎、伊之助。今日はどんな感じだった？何があったの？どうしたの？ねえ。ごめん。気にしないで。いいですか？何かわからないことでも？いや、ちょっと。来い、二人とも。え？行かねえよ。いいから来いって言ってんだろうが！ほら！来いから、クソどもが！ゴミどもが！てめえ何しやが！全然できない、できない。全集中の呼吸を長くやろうとすると死にそうになるよ。苦しすぎる。肺痛い、耳痛い、耳がドクンドクンして。